耐えそうだ。と笑うと妻はうつ伏せのまま満足そうにクククと笑ってた、はい、家に帰ると妻が必ず不審なふりをしています。明日はどんな死に方しているのか予想すらできない、はい、ある日は共に夜が誘ってたり軍服で銃抱えてたりマンボウの着ぐるみが死んだ時にはとはしめようかと思った後片付けも結構大変で床の血のりを洗えたり夜が誘ったまま晩御飯作るのは勘弁してほしい、はい、家に帰ると妻が必ず死んだふりをしています。ちょっと褒めると調子に乗るからできるだけするね、はい、結婚前は忙しくても彼女に会うだけで楽しかった。徹夜で車でもなく飛ばして海見に行ったりしたのに、結婚直後初めて部下を持ち仕事がとても楽しくなった。家で一人で待つ妻の気持ちを考えていなかった。家に帰ると妻が必ず死んだふりをしてる、